小崎チャンネル。じゃあこんにちは。すいません、もうタイム係を佐藤さんにお願いします。いいんです。はい、はい、ありがとうございますということで、はい、今回はですね、今もう行われている自主トレの仕方について、はい、どれがいいですかっていう、っていう話です。自主トレの仕方結構いろいろありますよね。だ、まあ基本的に分けたら3つなんですよ。はい、1つ、うん、1人で行う、はい、2つ、うん、複数人で行う、はい、3つ、うん、誰かに弟子入り。大体この3つですね、はい、最近では、うんうん、で基本的にもう僕は1人派なんですよ、もう常に、うん、あの人とやるのがめんどくさいっていう、はい、あと人に合わせるのが嫌やっていう、うんうん、練習を、はい、だからもう自主トレとか朝の8時からやって、はい、もうお昼ぐらいに終わってましたもんね。結構そのもう自分のホームスタジアムでやってたんでしたっけ。そうですね、マリンは、はい、あの10時からは浦賀さんの人が手伝ってくれるんで、うん、まあ、誰かとやらなくても困らなかったんですよね、はい、だ自分に合わせて手伝ってくれる人がいるんですもんね。そう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 、うん、で自分のだから8時から10時までは走ったりとか一、はい、人でしかできないことを入念にやって、はい、で10時からは手伝ってくれる人がいるんで、はい、その手伝ってくれる中でやっていくっていうところで、はい、でお昼過ぎに終わるんで、うん、もうそこから自由な時間に、はい、映画とかも見に行けるし遊びにも行けるし、うん、家でゆっくりもできるんで、うん、まあ、1日有効的に使えるから一人が良かったの、うん、一人はそれがすごくいいメリットですね。そうで途中で最後らへん田村が一緒にやりたいって言うから、はい、田村とやったんだけども、はい、田村にも俺は8時からやるから8時に必ず来いよって言って、はい、でそれに合わせてやってたから、まあ、そんな困んないんで、ね、はい、2人ぐらいだと。で弟子を取ったということですね、一応。うん、まあまあそう取ったっていうかよく分かんないけど、はい、俺にはそんな気持ちがないんだけどね、はいはい、で複数人でやるメリットは、はい、やっぱりいろんな練習を手伝ってくれるのと、うん、一人でやるのって、はい、メンタルちゃんと保てないと。いや、サボりがちになっちゃう可能性はありますよね。そう、やめるの自由だから、はい、でも複数人でやると、うん、みんなの目があるから、うん、やっぱ抜けないよね、はい、だからそこで必死でやるから、うん、はい、そういった面でも人の目とで同じことをみんなでやるから、うん、やりやすいね、はい、楽しく、うん、で孤独になんなくていいし、はい、で一人でやるのって、うん、いい意味では自由なんだけど、うん、自由って一番不自由だから、はい、どこまでやればいいのかっていう満足度が一生ないの、うん、結構そのストイックな方じゃないと追い込めないですよね。追い込めない、ゴール自分で決めなきゃいけないから。でも複数人だとメニュー決めるからとりあえずやった感出るので、はい、で自分より強い人に合わせたらもうすごい追い込まないといけないことになるし、そうそうそう、すごい練習した感が出るわけ。うん、でも一番のデメリットは人とに合わせなきゃいけないっていう、はい、まあそうですね、自分のペースでできないのと、あと人の手伝いしなきゃいけないっていう、で要は時間が倍かかる、はい、もしくは3倍かかるの、うん、一つのやることでも、はい、だからあの俺にとっては無駄な時間って思っちゃう。うん、でもそれが有意義な時間って思う人もいるから、はい、楽しいしと思って。で弟子入りとかだと、うん、千賀に弟子入り、種市とか、うん、今回柳田に弟子入りとか、はい、鈴木誠也、堂林選手も、ね、弟子入りして伸びましたしね。うん、だその違うチームからも弟子取るじゃん、はい、弟子入りして、うん、で一緒に練習して教えを請うっていうこの3パターンなんだけど、はい、その一番最後のやつが、はい、あの昭和の人たちがちょっと懸念をねするの。どういうことですか。だって他のチームの人に聞くんでしょ、はい、何他のチーム強くしてんねんっていう。あーそっか、結構球団超えてやりますもんね。球団超えてやると、はい、他のチームのやつが強くなるんだよ、はい、そんで負けたら逆でしょ。そうですねと思うわけよ、はい、やっぱ昭和の人、うん、俺も半分思うわけ。昭和の人ですか、うん、私あの平成の人なんで半分思うわけよ、はい、チーム内で一緒はいいよ、うんうんうん、チーム外、はい、教えてそいつが成長すると、はい、自分の勝ち星も減るかもしれないし、うん、自分のチーム負けちゃったら優勝できないかもしれないし、はい、いいのっていう。だからまあ弟子はめちゃくちゃメリットですよね。そうでも師匠の方は別にメリットないのか、うん、でも、うん、やっぱ令和世代だと、はい、平成とか、はい、そんなちっちゃいこと言うなよってみたいになるの。野球界もっと盛り上がっていけばいいやみたいな、うんうん、でも俺は昭和世代だから、はい、俺は分かんの、俺だから半分半分、はい、その気持ちも分かる、はい、でも、うん、そんなライバル強くしてどうすんのみたいな。じゃあもし佐藤さんが違う球団の若いキャッチャーから佐藤さん弟子入りさせてくださいって言われてたらどうするの。それはもういいよって言うよね嬉しいじゃんみんなそういう気持ちですよ。だからそうだ、ね、だから難しいやん、はいはい、そうですね、うん、でもやっぱりさ、うん、がっつり昭和の人はさ、はい、あのそれを断る人たちなんだよ。あ、断る人もだいるんですね。そうだって教えないから誰も、うん、あそっか、見て盗める世代じゃん、はい、だから教えるっていう精神ないわけよ、うん、で教えたら自分の職場を失うっていう、はい、もうカチコチの頭だから、はい、教えないから教えてくれって。だってチーム内でも教えてくれって言って教えてくれないのよ。
そっか、ポジション争いもあるからそうそう、チーム内でも教えないのに他球団に教えるわけないじゃん、はい、昭和の人たちは。そうですね、だから昭和の人たちは教えてくださいって言ってもノっつって、え、金持ってこいって言われる多分。そこまで、うん、そのただで教えるわけないやろ、金持ってこいって言って、え、でもそれチーム内でも教えるのにお金かかるんですか。そう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 、それぐらい、それぐらい聞いたことある、そういうメンタリティ。え、でも逆にですよ、他球団の選手だったら教えても自分のポジションに影響ないじゃないですか。でももしそいつが、そいつがだって投げ合いしてそいつが勝ったら、もしピッチャーだとね、はい、教えたそいつが完封で抑えて1点しか取られたように負けたら勝ち星得るじゃん、はい、確かにそうですね。え、でもこのチーム内で野手同士で、あの、もっとバッティングこうしろよって言って、その人にレギュラー取られるのもあれですよね。でもそいつがもしホームラン王になったら、自分が1本足りなかったらホームラン王になれないんだよ。そうですね、うん、だから教えないらしい、昔の昭和の人は。へ、金持ってこいって言われるし。そうなんですね、うん、だから多分、うん、俺は言われたら嬉しいだけど、はい、そういう人は嬉しいと思ってないんだよ。はぁ、はっ、だよお前、自分の成績落ちるかもしれないよ、なんでお前俺のやつ教えてやんなきゃいけないんだよ、はい、みたいな、金持ってこいって感じ。昭和の方怖いですね、うん、でもその気持ちも分かるわけよ。はい、だから半々なんですね、うん、だって言ってること間違ってないじゃん。まあまあまあ、はい、ちっちゃいなって言われるかもわかんないけど、はい、そんな世界よ。まあシビアな世界、ね、だって一歩間違ったらクビよ、うん、しかも一生分稼がなきゃいけないんだよ、はい、敵に塩を渡す、うんうん、渡さんでしょ、はい、でも今ってこう弟子入り制度みんな結構やってるじゃないですか。あるじゃん、あるあるある。いや、すごい多いですよ。だから昭和の人たちは納得できないのよ、それが。へえ、チーム弱くなってんじゃんみたいな。確かに師匠の人にメリットってあります？あるよ、幸福感だよ優越感とか幸福感ですね。まあ、なんとかやっぱそれはあると思うよ、うん、少なからずね、はい、でもやっぱちっちゃいなって言われるのがこの令和に。それをそうですね。でもまあ俺はちっちゃい人間よ、はい、やっぱりいや、まだ半分だから、うん、だからもうすごい入り乱れるよね、はい、袴さんと何ですか。私も弟子入りさせてくださいって言われたら、え、私なんかでいいの？オッケーってなります。で、教えてあげて、うん、ポジション奪われてもいいんですか。あ、でも奪われないってい もう自信がある、確固たる自信がないと取れないかもしれないです、うんうん、でもそれでも奪われちゃうのよ、はい、そいつがもしグラってきたら、はい、それでも教えちゃうんですか。そしたら違うこと教えるだから、あの、だから俺も後輩とか教えてほしいって言ったら、もっとこうした方がいいよっていうのは、もう抜かれない自信しかないから。もうそうですよね。で、うん、もうどうせできないと思うけどねみたいな、うん、そんな触りだけ言ってもみたいな感じあるけど、はい、うん、だから今、だから何、袴田さんは自主トレ1人複数弟子入り。私は1人は絶対無理なんですよ。なんですか。追い込めない、私もうサボっちゃう、すぐ。俺はもう追い込めるんだよ、俺もう M だからさ。はい、本当、何気に、あ、そうなんですか。俺ド M だからめっちゃ追い込めるのよ。あの、見た、うん、全然ちょっとごめんなさい、なんかギャップがありますね。あの、筋肉痛になると嬉しいのよ。へえ、いや、来てる。へ、めっちゃ来た。あ、そうなんですね。私もすぐ自分甘やかしちゃうんで、誰かと一緒にやらないと無理なんですよ。俺、あの、やらされるのが追い込めないんだよ。え、やらされる、俺言われてやるのが嫌なんだよ。はい、あの、自分一人の練習はめっちゃ追い込めるんだけど、はい、やれって言われると追い込めないんだよ、はい、うっせえなーみたいな、言われなくても分かってんだよお前、こちゃこちゃ言ってんじゃねえよみたいな、信頼関係ないとそう思っちゃうの。私、応援してくれる人がいないと頑張れないです。ほら、もう一本頑張って頑張って、あって言われると、よし頑張ろうってなります。俺も一番それが腹立つタイプ。なんで俺頑張れって言われるのが嫌いなのよ。へ、辛いことしてる中で頑張れって言われるのが一番腹立つの、はい、へ、もっとやれって言われてるようにしか聞こえない。あ、走っててよ、俺遅いからね、はい、走ってて頑張れって言われると、はい、もっとちゃんと走れとか、もっと速く走れにしか聞こえない、はい、だって頑張ってんだ、はい、頑張ってる人間に頑張ってるって、もう殴られそうな勢いがあるから殴り返したよ。そんな風に思います？だから俺もう言ってたもん、常に走ってて、はい、あと頑張れって、はい、は、頑張ってますけどっつって、はい、頑張ってないように見えますっつって、これ以上速く走れませんけど、これでも膝出してるんですけどねって言っちゃうタイプ。ひねくれてるから。あ、俺もだからしんどい時に頑張れって言われたら頭くるんだよね。あ、そうなんですね。頑張ってるよっつって、はい、批判としか捉えてない頑張れは、まあ、あの、その頑張れが嫌に聞こえる時と場合によってはあるかもしれないですけど、うん、もうあれですよ、あの、ハーフマラソン出た時とか、うん、もう街中の頑張って頑張ってで15キロまで走れましたもん。それはだから転んでやってることは頑張ってで許せんのよ、はい、自分でダメやと思ってるところで頑張れって言われたら腹立つわ。あ、まあ、確かになんか時と場合そうですね。そう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 、うんうん、空気読んでほしいよね。そうですね、頑張れの一言も。いや、こっちは全力でやってるっていう時に頑張れはやめてほしいですね、うん、そうそう、頑張ってるよみたいな、これ以上頑張ったら死んじゃうよ、はい、
うん、で何の話やってるね、自主トレの話からですね。羽川さんは複数人派？私はもう完全に、まあ、もし自分がもう超下っ端だったら弟子入りしたいです、うん、弟子入りしたいし、同じポジションの他球団の人とかとやると自分のポジションには影響ないじゃないですか。あ、まあまあそうだね、うん、だからでも一つだけ、はい、あの弟子入りデメリットあるのよ。弟子入りで、うん、はい、そこ行ったらもう二つ目いけないからって。あ、映れないんですか？映ってたら嫌じゃない？確かに。ちょっと雰囲気悪くない？師匠に失礼ですよね。うん、うん、だってよ、守備のこと教えてくださいって言って、仮によ、はい、坂本のとこ行って、はい、次の年、うん、今宮のとこ行ってたら、はい、ちょっと嫌じゃない？そうですねえ、これ波紋になることはあるんですか？そんなやついないと思うけど、それ遅刻ばっかりしてたりしたら波紋になるかもわかんないけど、はい、でも弟子入りたら最後映れないからね、浮気できない。あー、なるほど、うん、そんなないと去年あいつのとこ行ってたのに今年こいつのとこみたいな、うん、ちょっと見栄え悪くない？まあそうですね、ちょっと不穏な空気になりますね、流れるじゃん、うん、でそしたらもうどこも行けなくなる、はい、だ決めなきゃいけないんで、はい、こいつって言う。そうですね、もうその選択も大切ですね。そう、千賀なのか、はい、菅野なのか、誰に弟子入りするかっていう。ああ確かに大野なのか、うん、決めなきゃいけないよね。はい、そうですね、マー君軍団行くかみたいな。はい、チーム田中ってありますからね。うん、そう、だからやっぱり俺は複数には無理やと思うね。はい、あでもチーム田中あれなんですよ、則本投手とか鎌田投手、うん、唐島投手がいるんですけど、うん、今年則本投手独立したらしいですよ。エースになる。そういうことですね。独立するやつが主力になる、はい、独立しないやつは主力にならないわけよ。あ、そうですね。そう、気構えが足りないから。多分則本投手はだからチーム則本って、まあ、言うかどうか分かんないんですけど、うん、師匠側になったってことですよね、うん、そうそうそう。これチーム田中にいてよ、はい、チーム千賀に行ったらちょっとややこしいやろ。それちょっとややこしいですねはぁってなるやん、はい、行ったら最後よ、片道切符よ。はい、あでもこっちをネットニュースで見たんですけど、うん、山川選手が若手たちに、うん、一緒にやってた若手たちに、うん、もう独立しろというか、うん、あの自分でやれっていうふうに言い渡したっていうニュース出てました。ちょっと山川も今年勝負だから、はい、人に構ってる時間ないんじゃない、もこもこと自分でやりたいんじゃない。そういうこと。去年ちょっとね、怪我もあったりとか、はい、あんまりパッとしなかったから、はい、そう、人とやるより巣ごもりして、はい、自分でストイックにやりたいから、うん、そうやって言った可能性がある。まあ、同じレベルの人と一緒にやるとか、うん、やり方変えるってことですね。でもなんか練習とかも結構夜とか一人でやってるから、多分一人でこもってやりたいんじゃない、はい、そっち派なんですかね。ああ、俺もどっちかというとそっち派。ああ、でも何がいいとかないよ、はい、いい悪いないから、うん、何選ぶかっていう。でも昭和の人が弟子入りは派って思ってるのは間違いない、うん、へ、俺も半分思ってる。あ、そうですか。まあ、皆さんはね、あとどう思うかっていうね、はい、はい、まあでもいろいろデメリットメリットどこにもありますね、うん、でもそれ見ていくと面白いよ、はい、あのやっぱり真似とかしだすから、はい、ああこういう真似とか、ああこういうのが良くなってんだなっていうのが分かるから、うん、まあ、フォームにできたなとかありますよね、うん、あとはこれがあるから最近プロ野球界みんな仲いいっていうね、うん、はい、あ、なるほど、他球団超えて、うん、そういうの見ながらやるとどういうタイプなのかっていうね、黙々派なのかっていうね、うん、はい、だから田村とかはもう一人でやれないタイプなの、あいつは。はい、だって俺に来て、その後福浦さん行って、はい、で福浦さん引退して去年一人でやったんだらしいんだけど、はい、うん、で今年から増田のとこ行ってるんで、はい、あいつは一人でできないタイプだったんで、私もそうだからどっかに行くっていうね、はい、でもそれじゃダメなのよ、うん、自立していかないと、はい、一人の不自由さに勝って行かない、はい、まあ俺ちょっと古いね考えが、あの千人タイプだ俺、いや、ね、M だからね。そうですね、一人で黙々めちゃくちゃ追い込める人はド M ですね。そう、もう俺ド M よ、うん、はい、皆さんはド M ですか S ですか